泣くやんか。うん、吉田、今度という今度は逃がさへんよ。あんたには逮捕状出てます。読むからよう聞きなさい。逮捕状。あなたは千日前の路上において下半身を露出した状態で車上荒らしを、アホ。表彰状みたいになってるやんか。下半身掘り出して車上荒らしてるやつなんで褒めたたんとあかんの。あんたもどっちかにし。6番なお前は。まずいよ、もういきなりだよ。女性人質取っちゃった。いつの間に。人質話しなさい。人質話さなかったらね、どうなるか言ってやんな。こっちにも考えがあるんだから。わかりましたよ、キー。人質を話さなきゃ、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 人質を話さなきゃ。はよ言わんかいな。同じことばっか言うて、うん、私やることなくなってくんで。何やのほんまに。一人じゃ無理です。すち子さん力を貸してください。わかりました。はい。人質を話さなきゃ、人質を話さなきゃ、人質を話さなきゃ。ダンスエレナ。人質を話さなきゃ、人質を話さなきゃ、人質を話さなきゃ。どうなるの。ピストル構えて、ピストル構えて、お前を狙う、お前を狙う、手元が狂う、手元が狂う、女性に当たる、ゴーゴーヘブン、わてら懲戒免職やん。それはせいません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 ませ人生は一度きり。人生を棒に振っちゃいけないよ。たった一度の人生、後悔はしたくないだろう。だったらその子の手を離すな。離させんかい、離させんかい。あんた応援してるやないか。それ考えてんのほんま。また逃げてるわ。もう人質だらけやんか。もうなんでや。ちくしょう、今度は絶対逃がさへんからね。あたいらの犯人検挙に強いだれ。はい。ゼロ。何の曲やねん。ドアホ。どうもありがとうございました。